MMD とは何を言うのか？混沌がある。無料の 3D ツール？それにしては機能的に、不自然さがある。ライト、がない？キャラクタモデルのテクスチャをダイレクトに修正。それをしないと細かな質感設定はできない構造で。3D ツール？というには、疑問。簡単さを追求した？にしては、あちこち面倒。インターフェースの統一性も微妙。煩雑さが目立つ。これはジャパニメーション的な環境を再現したやつ？返答は、違う。でも、出力。ほとんどの作品が、3D でジャパニメーションを作ろう、的な帰結で、その方向性なら市販品レベルへの結果、それ、もあって。それでも、違う、企画原案に近いところだ。そこから反発する声が続く。本当の MMD? とは、何だったのか。ともかく現場は、要求の逆を進んだ、感じで、一般もそれに準じた。受けている、ことに反発。